これはね、面白いことにね、このここが長くてかえって面白いんですよ。腰が、腰ってわかるでしょ、この裾ね、うん、これはですね、やっぱりね、何するかったらやっぱりね、ああいう模様着に作った方がね、うん、この木は可愛いんだよね、うんうんうん、でこれは立派な根だけどね、うん、この木はね、もうこんだけ根っこあったら十分、もう強肩種だから、うん、この根はいらないです。ここでこんだけあれば十分なの、うんうん、それでこれもここのね、長さがね欠点でしょ。ところがね、こう、曲げるときはね、この長さがね欠点でなく長所なんですよ。面白くできるんですよ、この途中の芸が、うん、ギューッとね。これはやはりね、ちょっと太めのやつ2本ぐらいでね巻き込むの。これはね、もう初めから2本でやる予定、うん、でね、1本よりもね、同じ食い込むんでもね、2本の方がね、やっぱり傷もね、あの深く入ったりしないからね。こういう感じでとりあえずね、こう巻いていくわけでしょ。で、これは最初に本当は枝を取った方がいいから取るか。これはどれを使うかってなったらね、この上行ってこんな太いのはおかしいんだよ、うん、下これ使いたいんだよね、うん、そうすると上行ったらこんなのね、上行って太くなるって枝おかしいんだから、これない方がいいのさ、これない方がいい。うん、そしてこれ使う、これ使う、これ使う。それでここのとこちょっと団子のようにいっぱいあるからね、うん、こんなにいらないわ。これ後ろで使う、これ取りましょうか。これなくてもいいね、このぐらいでね、やっつけた方がいいね。こういう感じですね。それでもう一本巻っかね。これちょっと短かったけど、上の方にはもう一本行くから、こうでしょ、こうやってグイッと巻いて、もう一本いきます。こういう感じです。どうせね、回してるうちに硬くなるからね、うん、なるべく一回でね、クイクイクイってやってたら硬くなるんで、なるべく一回でスッとこう行くようにして、こういう感じですよ。っ、かなり硬くなってんだよ今ね。こういう感じですね。でしょ。でさ、これはさ、ちょっと今これも模様着風にね作るからさ、こうでしょ。でここのね1曲目をね、ちょっとかわいそうなぐらいに曲げとくんですよ。1曲目、最初が肝心だから、このぐらいにして、ここをこうなってするよ。そしたらね、ここ曲げたら、もうここをもっと曲げたいの。その時にね、これここにね、これを今ここ巻くんですけど、この針がね、うん、こう巻くんだけどね、これをね、このどっぱらにね一回巻いてね、こう巻くしょ。そしてね、こっちをね巻いちゃう。こういうふうにして。こう巻いちゃうの。巻いちゃうでしょ。
それでね、これをね、ぐいーっとこう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 、うんうん、こう締めちゃうんですよ、こうやって。こういうふうに。で、ここで針金で、もう見た目どうでもいいんだわ。どうせ外すんだから。これ2回ぐらいぐっと巻いとくんですよ、こうやって。こういうふうにして。して、ちょっとこうやってね。すごい極端でしょ。こうやって巻いて、よっと、よいと、よいと、このぐらいまでしとくんですよ。ここまで土に入るから、うんうん、それでこれでまたもう一回こっちへ起こしてやる。これをよっと、これを起こしてやるぞ、こうやってね。そしたらこの枝が一応これが1の枝になるわけ。こういう感じでね、1の枝になるんですよ。あ、これは針金かけなくていいよ。これは後ろ枝になるから、これちょっと大きいから、ここでカット。それでこれはこの枝、この針金で、こういくでしょ、こういった、ここで後ろ枝をちょっと作ると、こういうふうに、ね、後ろ枝を作ると、ここです。んで枝にすると、こんな感じ。これを引き出して、こんな感じね。それであとは何も普通にこう、こうなってんだから、このまま行っちゃ面白くねえから、うん、ここで一回行ったら、この辺でガクンと、ちょっと模様着だからさ、ガクンとこう作ってさ、こういう感じ。してもう一発。もう一発ここでギュッとこう伸びてやる。それでここもさ、きれいにこう曲げてあるのに葉っぱあってなんだかわからんでしょ、うん、でやっぱりね、こういうのもさ、このちゃんと曲げてますよって団子にしないで、うん、こういうの順番から言うと、ここにこの次、ここら辺に枝が欲しいわけでしょ、うん、そしたらね、この欲しいとこだけの枝をちょっと残しとけばいい、この葉っぱを。だから幹を全部見せるわけ、こうやって取って、で欲しいとこに葉っぱ欲しいように、あの集中させるには必要でない枝、今のうちから取っとくんだよ、こうやって。ちょっとこのハサミダメだけど、もうちょっととんがったハサミ、こうやっていかにも曲がったようにちょっと見えてきたでしょ、うん、こういうふうにね、幹が曲がってますよって見せておかないと、見せるっていうよりもその方が必要なとこだけが葉出てくるから、こんなになったら今度はこの枝あってもいいんだよね。そしたら後ろのこんなのがいらないわ。厳密に言えばね、もっと大きくなってからでもいいんだけど、こういう感じで取って、うん、ここで曲げてますよっていうのは、将来ね、これ今長くなったらこれ取っていくとはっきり分かるけど、今こうちょっとごちゃごちゃでちょっと分かりづらいけどね、大体こういうふうにして、真ん中に右切ったらダメだよ。これ葉っぱで切るのね。あ、これは右が曲がってるなと思うように見せるわ。で、一応これでね、ここに鉢にこう鉢植えするんだから、うん、こうでしょ、こう来てこう来て、ここでキュッと曲がってるわけさ。もっと曲げてもいいよ。よいしょ、
よいしょよいしょよいしょ、こんな感じです、はい、これね、はい、これ2つできた、はい。